ました。今日のアトリエ訪問は竹宮恵子先生のアトリエです。ご覧ください。恵子先生のアトリエなんですが、今これは、これ下書きですね、はい、やっぱり、シャープペンシルで書いてますね、はい、竹宮さんはね、はい、非常にまあ力強い、しっかりした線が持ち味なんですけれども、こういう動きのある絵っていうのはね、やはり皆さんね、すぐに描いてみたいなと思われるんでしょうけれども、やっぱり人体の基礎となる骨組みをね、はい、きちんと勉強して、長い道のりに思いますが、はい、やっぱりきっちりそこから描いていった方が、こうやって動きのある絵もちゃんと描けるようになる、かえって近道ということですので、でこれ今コピーを置いて絵を描いてますけれども、これどうしてか分かりますか？服に模様がありますよね、はい、でこう同じ服を着ている場合、連載物なんかだと、はい、前回描いた絵とね、模様が違うとちょっといけませんでしょ。そうですね、です皆さん細かく見てますよね。そうですね、ですから細かいところまで間違いのないように、はい、こういうところっていうのは結構ね、神経使うんですよね。今のペンをつけて、はい、ちょっと試し書きのようにしてましたね、はい、あれは余分なインクをね落とす、必要なインクだけを残すっていう意味と、はい、もう一つペン先の具合を確かめるっていうことがあるんですよね、はい、ペン先も一個一個出来不出来がありますので、はい、時に粗悪品が混じっていたりするんですね、はい、ですからああやって必ずまずペン先をね、試し書きしてみることは大事ですね。先生方というのはいつも意外とこう使い慣れてらっしゃるので、もっとこう大胆に道具を使われるのかと思ってたんですが、確かに大胆には使うんですけれども、原稿っていうのはこれ真剣勝負ですからね、はい、やはりちょっとした注意で防げる失敗っていうのがあるんですよ、はい、もう経験でね、きっとみんな苦い経験を何度もしてるんです、はい、書いてみたけれどもペン先がね、もう目で見てはわからないぐらいなんですけど折れていたとかね、はい、そういうことがあるものですから、ああいう慎重さっていうのはやっぱり必要ですね、はあ、でこうしてつけていちいち拭ってますけれども、一回線を引くと必ず小さなゴミね、微妙な紙の引っかかれた粒子なんかがペン先につくわけですね。そういうので線が荒れますので、ああやって丁寧に拭いているんです。ですからプロになればなるほどそういうところってのは意外とね、神経使ってるんですよ。そうですね、繊細なんですね、だって大げさかもしれませんけど、はい、やはりこの仕事にね命を懸けてると言ってもね、はい、過言でないぐらい頑張ってる人が多いわけですから、はい、慎重にならざるを得ないですね。そうですね、そしてたくさんの方が見てくださってるわけなんですよね。そうですね、見てくださってる方がその作品を見ることによってね、生きる勇気が湧いたりとか、あるいはその悩んでいたことがね、小さいことに思えたとか、そう思っていただきたいために私たちはこう創作活動をするわけですよね、本当にちょっとね大げさなんですけれども、ですからやはり原稿を書くときっていうのは読者に伝わるだろうか、伝わってほしい、そういう気持ちを込めて書くものですからね、はい、本当にこう全身の神経を込めて、指先に命かけてますね。本当にデリケートなものなんですね。そうですね、またそうでなければ、はい、務まらないっていうところもありますしね、出来上がってきましたね。そもそもね、漫画家になろうと思ったきっかけとか、はい、その
最初の修行時代修行時代って言うとなんか変な、はい、古臭い言い方だけど、そう、ね、苦労っていうのはあの田舎だったもんですから、私が住んでたところがあの、まあ、昔ですから、まあ、田舎と東京の差っていうのは相当あったんですが、その頃はもう誰かに習うということは全然望めませんでしたので、しょうがないから本を読んでということで、その頃あった一番詳しいっていうか一番漫画家さんの生活に近い、まあ、指導書っていうんでしょうかね、入門書みたいのがあの石森先生が書かあの若い頃まだ30歳以前ぐらいに書かれた漫画家入門っていう本があったんですけども、それを読んであのこれならやってみてもいい職業じゃないかなと思って、割とあの難しいと、漫画は難しいけどすごく可能性が広いというふうに書かれてて、もう何でもできるみたいに万能のように言われてて、それでちょっと希望を持ってしまったっていうか、で竹宮さんの作品見てるとね、つくづく思うんですけれどもね漫画だからこそ描ける世界っていうのをずっと描いていらしたでしょあの、普通ね映画にしてもできないことってあると思うのね。そうなんですよ、うん、あのまあできるかもしれませんが相当な人数とお金がかかるかなっていう、ね、まあその辺が自由でいいですね。そうですよね、本当にね、あの地球が割れるのもね竹宮さんの絵はね、もう若い時からあのとっても力強かったんだけれども、最近ますますね、あの私はその意志を持った輪郭線っていうのをね、はい、感じるんですよね。いや私の絵は本当に飾り気がなくて、あの少女漫画に適したそのなんて言うんでしょうね、よく言うあの消えるような金髪みたいな、霞んだような金髪なんて苦手で描けないんですよ、うん、だから難しいんですよね、そういう派手な線を持ってない、ただ石だけ強い線みたいのが、いやいや、でも その力強さがね、あの、説得力に結びついてると思うんだ、ね、だから好きになってくれる人は本当にいつまでも癖になっちゃってみたいな感じなんですけど、あの少年愛にばっかりね目がいっちゃうんですけれども、実は男女のラブシーンもねとっても上手なのでね。そうですね、私自身はあの風と木の歌の中であの何回読んでも面白いと思うのは、自分で言うのもなんですけど自分で好きなシーンというのはあの割と椿姫のような男女の恋愛を、あの書いたあの主人公のお父さんの話の部分が一番なんか読んでも楽しめるなというふうに思いますけど、書いてる時は辛かったです。ああ、そうですか、はい、あの周りの人はみんなあのそうじゃないものが読みたいというので、うん、あの私としては長い話の中で必要だと思ってやってるんですけど、そのページが無駄なように言われてしまってとっても苦しかったです。そんなことないと思うけれどもやっぱりあれがあるからね、うん、あの他の部分も生きるっていうね。そうなんです、だから書いてしまうとやってよかったなと今でも思ってるんですけど、うん、だってあの男性側のね、あの、ええ、男性側っていう言い方も変だけれども男性同士のばっかりだと、ええ、あのなんかあのわざとそっちに傾いてるみたいに見えちゃうから、特殊な世界としてそれを描くっていうのはあまりしたくなかったから、できれば普通の世界も描きたかったっていう、ドラマとしてのその、ええ、まあ男性同士の愛があってってことで、ええ、決してねその気をてらってとかね、そうなんですよね、そういうんじゃないですけども、ええついねそっちにばっかり目がいっちゃう、それだけやっぱりね衝撃とともに説得力があったんですよそうですかね。でもあの、コメディもねなかなかねあのリズムがいいし、コメディを書くのはすごく好きなんですけど、私にとってはあの遊びのような感じがあるんで、つい真面目に取り組むものじゃないような気がしてあまり書かないんですけどね。でも楽しいですね私を月まで連れてってなんて、ね、あれはもう本当に短い時間でみんなと話し合いながら作ったりして楽しかったですけど。あ、そうですか。